こんにちは。ミルクティーを監督した佐野美影です。本業は女優で、映像の方は本作が2本目となります。この作品は自分の失恋をきっかけに作ったんですけど、その時の恋のことは実は全然描いてなくて、別の恋を思い出して作りました。冬ってすごく人恋しい季節で、誰かと一緒にいると暖かいし、一人でいると心まで凍えてしまう、そういう誰もが持ちうる思いを作品にしました。もしご自分の恋と重ね合わせて見ていただけたら幸いです。ぜひご覧になってください。